今日は大変素晴らしい演奏、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。今日の演奏のご感想とか、はい、聞かせてください。今日ですか。練習の回数がとても多かったんですけれども、一回一回重ねていくごとに弦楽器が整っていって、管楽器との調和が取れるようになりました。バランス良かったですよね。そうですね、何の事故もなく最後まで弾き来ることができたのがすごく嬉しく思います。あとソロの人たちも自分の持ち場をね、責任持ってっていうか、大変素晴らしい演奏で良、かったと思いますね。その他には何か。その他ですか。特に今日雨、すごい雨だったんですけれども、それに負けずにお客さんたちがたくさんいらしてくださったことがものすごく嬉しかったです。それと今後のご予定はどういうふうになってますでしょうか。はい、5月の3日に12時からラフォルジュルネでまた今年も演奏させていただきます。で、続きまして6月の3日ですか。やっぱり3日ですね。はい、はい、そうですね。その時にクロスストリートですね、すみません、そちらで演奏いたします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。